第5攻撃ヘリコプター航空団所属のみ -24P ヘリコプター地上軍航空隊は、ドイツ民主共和国国家人民軍を構成する、軍種の一つである国家人民軍地上軍の航空部門である。1970年代中頃、東ドイツ指導部では、西ドイツの軍隊である、ドイツ連邦軍のレオパルトに主力戦車及びパマイナス1水戦車ヘリコプター採用を受け、 これに対抗する形で戦闘ヘリコプター連隊の設置を決定した。また1980年代にはワルシャワ条約機構軍総司令部が各国軍に対して地上部隊支援能力の強化を命じていたことも関係している。当初設置された戦闘ヘリコプター部隊は航空軍が管轄しており、その戦力は第34ヘリコプター航空団。 第57攻撃ヘリコプター航空団、第67攻撃ヘリコプター航空団の3個、飛行隊であった。第57攻撃ヘリコプター航空団は1981年から、第54ヘリコプター航空団と名称を改めており、1976年からは未マイナス 8T、TEB を、1978年からは未マイナス 24D を主力機として配備していた。 また1980年3月1日には、アドルフ・フォン・リュッツォーの名が、舞台に関されている。第67攻撃ヘリコプター航空団も1982年頃までにミ、ミマイナス 8T、TB やミマイナス 24D を主力機として配備した。1984年9月29日には、フェルディナント・フォン・シルの名が、舞台に関された。1984年、 航空軍。1984年3月1日には、KHG-57 が第5軍艦区に、1984年11月1日には、KHG-67 が第3軍艦区にそれぞれ割り当てられた。1986年12月1日、KHG-57 は KHG-5 に、 KHG-67 は KHG-3 に解消された。国家人民軍の解体後、地上軍航空隊の戦力は、連邦陸軍航空隊に移管された。1991年4月1日、KHG-3 は、第70陸軍飛行隊、KHG-5 は、第80陸軍飛行隊と解消され、 第61兵器技術センターに移された。地上軍航空隊の装備のうち、未 -2 ヘリコプターは使用されなかったものの、未 -24 ヘリコプターは1993年まで、未 -8 ヘリコプターは1994年まで、連邦陸軍航空隊で使用された。飛行したる、地上軍士官は、航空軍航空士官学校及び、 航空軍航空士官学校付け部隊である第35ヘリコプター訓練航空団にて教育を受けた。また二 -24 ヘリコプターの操縦訓練はソ連領内でも行われた。地上勤務員たる地上軍士官はカーメンツにあった航空軍航空士官学校フランツメーリングにて教育を受けた。それ以外の歌士官及び士官候補生はバートデューベンにあった。 航空軍軍事技術学校、ハリー・クーンにて教育を受けた。ガート航空博物館に展示されているミマイナス9。地上軍航空隊から接収され、連邦陸軍航空隊で運用されていた機体。双方の国籍マークが確認できる。当初、KHG はいずれも航空軍司令部直属の戦力として扱われていたが、1981年に前線における、 指揮統制組織として前線及び地上軍航空隊指揮所が設置されると、これの指揮下に移った。1984年、KHG の指揮権が地上軍に移り、2個軍管区それぞれの指揮下に配置される。制服等は航空軍のものをそのまま使用した。第3軍管区付の第3攻撃ヘリコプター航空団、フェルディナント・フォンシェルは、 北コトブス飛行場を拠点としており、また、第5軍艦くっつけの第5攻撃ヘリコプター航空団、アドルフ・フォン・リュッツーは、バセポールを拠点とした。攻撃ヘリコプター航空団は、最大3個戦闘ヘリコプター飛行隊と1個、指揮偵察ヘリコプター飛行隊で構成された。なお、第四十航空突撃連隊の展開を含む、地上部隊の戦術的な航空輸送は、 地上軍航空隊ではなく、第24位輸送航空隊など、航空軍所属部隊が担当した。プロタコルデア45、ジズンデナッシュノリンベルタイリグ軍ズラッツ、デアディ DRAM3、マイ 1974AB、ルディガー・ウェンズッキー、D ・ナスヤナル・ボクサーミ、イン、トーステン・ディードリック、ハンス・エラート、ルディガー・ウェンズッキー、イン・ダイオンスト・デア・パルタイ。 ハンテブクデアビワフネトンオーガンデア DDR リンクスベルリン1998 ISBN3 から861531607 KHG-5 アウフデアホームペデミラタラカイブスハット KHG-3 アウフデアホームペデミラタラカイブスハット AB ヘルムートグプルンバランドストライトクラフトインクラウスナウマン んば、アンスポーラッチウントベグリシュキット、ナハオースジオルトンドクメンテン、ミトラー、ベルリン UA1993、ISBN3 から813204308。ありがとうございます。